今回三井物産が皆さんに提示していくものは、インフラのメンテナンスで循環型社会を。三井物産の話を聞いて、それをヒントに自分の手で未来を作っていきましょう。早速なんですけれども、鉄に対してどんなイメージをお持ちでしょうか。鉄は丈夫で、加工ですね、形を変えたりしやすくて、それに安いという特徴があるので、本当に ありとあらゆるところに使われています。皆さんの周りだと、ビルだとか、学校だとか病院、橋などの、そういう生活を支えるようなものをインフラと、私たち呼んでいるんですけれども、それに使われて活躍をしています。簡単に鉄の作り方についてもご説明させていただきます。まず初めに、天然資源である鉄鉱石と石炭という言われているものを混ぜ合わせて、それを高炉と呼ばれる特殊な設備に入れて、ものすごい高い温度、高温で温めて溶かすと、こうドロドロになった鉄ができるんですね。でそれをその後にこう徐々に固めていって、いろんな形に整えていくと完成をして、最終的に皆さんの周りに使用されます。で日本の鉄を作る技術というのは世界一とも言われていて、品質がとっても良くて、皆さんの生活に欠かせないものなんですけれども、高温で温める過程でどうしても CO2 二酸化炭素を排出してしまって、環境に悪い影響を与えてしまうという面もあります。このように CO2 二酸化炭素を排出してしまって環境に負荷を与えてしまうという社会課題を持つ鉄なんですけれども、国立環境研究所というところの調査によると、産業別、いろんな産業の中で見ても、鉄はその中で 42% と、残念ながら多くの CO2 二酸化炭素を排出してしまっているという事実があります。そこで世界各国の鉄鋼メーカーは、この作り方をちょっと工夫することで CO2 を減らすという努力をしています。で一方で、私たち商社が何ができるかなと考えたときに、作る時の CO2 二酸化炭素を減らすということだけではなくて、そもそも鉄を使ってこう作られているインフラを長くこう使うようにすることができないか、ちょっと違う視点での挑戦を考えてみました。ところで皆さん、古くなったものをどうしますか？おそらく一番簡単なのは、それをもう壊してしまって、捨ててしまって、また新しく作るということだと思います。でも今の世の中の流れを考えたときに、製品だとか素材、資源の価値を限りなくこう長く可能な限り長く維持保全、長く使うことで、廃棄物、捨てるものの発生をなるべく小さくするっていう、循環型社会ですね、英語で言うとこうサーキュラーエコノミー、循環する社会というキーワードが浮かび上がってきます。これは直訳すると、こう直して長く使っていくという風潮ですね。で、一番最初に紹介した橋や、トンネルなどのインフラは、日本では1960年代の高度経済成長期と呼ばれる時期にどんどん新しく建設されました。それが今になって建設から50年、60年と長い時間が経過して、今徐々に少しずつ古くなってきています。で、これを放っておいて、壊れてしまうと本当に大変なことになってしまいます。写真はこれ、地震で壊れた高速道路です。その他にも、皆さんの中で記憶がある方もいるかもしれないんですけれども、トンネルの天井が古くなって落下してしまった
というような事故もここ10年の間に残念ながら起こっています。でこのように過去には人命に関わるような悲しい事故が発生しています。この悲しい事故が起こってしまう可能性がある作られてから長い時間が経ったビルだとかトンネルというものはやっぱり放ってはおけません。それを皆さんならどう解決しますか？それでは、ここからはですね、一つの答えとして三井物産私たちが取り組んでいるものを紹介させていただきます。はい、またいきなりなんですけれども、ここで問題です。日本にはビルやトンネルなど、それを長持ちさせるための高い技術があります。それはなぜでしょうか？皆さん少し考えてみてください。はい、難しかったでしょうか？とですね、日本の、この長持ちさせる技術、その背景には、皆さんあんまり意識したことはないかもしれないんですけれども、日本が実はとっても厳しい気候環境にさらされているということが関係しています。北はですちょっと想像してみてほしいんですけども、北は、北海道から南は、沖縄までこう寒かったり暑かったり、こういろんな気候があって、その中で台風が来たり地震も多く発生したりして、インフラはこれらのいろんな状況に、過酷な条件に耐えていかなくてはいけないんですね。でその中でもったいないという文化でコツコツと直してきた日本独自の高いメンテナンス技術が実はあるんです。一方で海外、日本の外ですね、海外はというと、もちろんメンテナンスの技術が発達しているような国もたくさんあるんですけれども、多くはやっぱりまだまだ、古くなったものは壊してしまってまた新しく作るということが多いんですね。でこれを日本のその技術を使って長持ちさせることができたら、世の中のためになる仕事になるのではないかなと考えています。でこの写真なんですけれども、これ実際にですね、海外で古くなった工場の設備を私たちがメンテナンスした時の写真です。見てもらえれば一目瞭然なんですけれども、見た目もとっても綺麗になって頑丈になって、お客さんにもとっても喜んでいただいた案件でした。でインフラメンテナンスは、この高い技術だけじゃなくて経済性という観点でも注目をされています。国交省の試算によると、日本でのこのインフラメンテナンスの市場規模っていうのはだいたい約5兆円と言われていて、それが全世界ではなんとですね200兆円になるんですね。でこれは少しイメージが難しいかもしれないんですけれども、例えば日本でのコンビニ市場、皆さんが普段使われているコンビニ市場の全体が約5兆円と言われているので、それに近いようなとっても大きな規模になります。皆さんも普段ですね、ニュースだとか新聞で、例えばアメリカの橋が老朽化してメンテナンスが必要というような記事を見たことがあるかもしれないんですけれども、このように全世界的に見ても、需要がとても大きくなっていて、巨大な市場になっています。それでは、ここでもう一つ問題です。メンテナンスはビルやトンネルなどが壊れないようにするということなんですけれども、それを人間の健康に例えると何でしょうか？少し考えてみてください。はい、分かりましたでしょうか？ですね、インフラメンテナンスといきなり言われても、やっぱりちょっとこうイメージが難しいかなとは思うんですけれども、それを皆さんのこの人間の医療に例えていただけるととっても分かりやすいんです。例えばですね、皆さん、風邪をひいたり怪我をしたりすることがあると思うんですけれども、体調を崩すととっても大変ですよね。なのでまずはやっぱり体調を崩さないように、手洗いだとか、
うがいだとか、まあ、こういう予防をしっかりとされていると思います。でそれでも、まあ、どうしても残念ながらこう病気や怪我をしてしまうということもあるんですけれども、その場合はまあこう、まあ、病院に行って診察をしてもらったり、まあ、そこでこう必要な薬をもらったり、まあ、例えば大きな病気や怪我であれば場合によってはまあ手術をするというようなこともあるかもしれません。インフラメンテナンスも流れは同じで、まずは壊れないようにこまめに修理しながら予防をします。それでもこう時間が経って古くなって壊れてきたりすることもあるので、そこでこれまではそれを壊してまた新しく作るっていうことが多かったっていうのは先ほど説明した通りなんですけれども、それが今はここで悪いところがあると分かったらそれをこう点検して、そうなんで悪くなってるんだろうっていう原因を調査特定をして、そこにこう適切なメンテナンスを施すことでよりこう長持ちさせるような風潮が高まっています。でこのフローの中でこの入り口の予防の部分、手洗いうがいの部分ですねを予防保全と呼んでいて、後半のこの実際に治すところ治療の部分っていうのを事後保全と呼んでいます。特に今は新型コロナウイルスの影響で手洗いうがいなどの予防の徹底も皆さんされていると思います。でインフラメンテナンスも同じで、この後ろの方の悪くなったら治すというのではなくて、入り口の方のそもそも悪くならないように予防保全を徹底していこうということになってます。そして私たち三井物産が何に挑戦しているのかというと、この日本のトップクラスのインフラメンテナンス技術を海外に展開していくことなんですね。で、そのためにまずはこの日本のトップクラスの技術を持っている会社と私たちはパートナーになりました。そして海外とこう一言で言っても、まあ、日本の中でも条件が違うように国や地域によっても条件が全く異なるので、このさまざまな国の人たちとそれぞれに相談をして、その国に合った一番いい適切なメンテナンスの方法を一生懸命一緒に考えています。で具体的にはこの第1弾としてタイのパートナーとタイに新しい会社を設立しました。これとっても難しい挑戦なんですけれども、まだまだ挑戦は始まったばっかりで、他の国だとか地域でも同じようにこのいろんな人たちと日々議論をして、どんなふうに広げられるか、これから頑張って世界展開を進めていきたいと考えています。社会と三井物産が持続的に成長するための重要課題として、環境と調和する社会を作るを実現するために、日本のもったいない文化が生み出した高いメンテナンス技術を世界に広めて、世界のインフラを長寿命化させていきたいと考えています。 SDGs についてはインフラを長く使えるようにすることで、目標11の住み続けられる街づくりを、目標12の作る責任使う責任、目標13の気候変動に具体的な対策をという3点に直接貢献しながら、その結果目標8の働きがいも経済成長も、目標9の産業と技術革新の基盤を作ろうなど、間接的に他の項目にも効果をつなげていきたいなと考えています。私たちはインフラメンテナンスによる循環型社会の実現を目指していきます。